アドベンチャーロード。菊池秀行原作、津川泉百色、インベーダーサマー第2回。炎天の夕笛高校校庭に白い服の少女が現れた。時ならぬどよめきが夕笛校を包んだ。身を翻して立ち去った少女への熱い思いが男子生徒全員の心を満たした。奇妙な夏の始まりだった。よう、ミキ。ああ、片桐。何書いてんだ。秋に出す文芸部の詩ができそうなんだ。白い面影、叙情詩だ。へえ、甘ったるい叙情詩はやめだって言ってたお前が急に方向転換か。うん、強いて言えば昨日の午後現れたあの少女のせいかな。お前もか。全くどうかしてるぜ。タヤのやつは音楽室で思い切りクラリネットを吹き続けるし、柔道部の部屋じゃ師匠の根室が自分の技に自己投資して目を潤ませる始末さ。ここにいたの、ミキ君。放課後待ってたのよ。ひどいわ。忘れてた。忘れてた。そう、一人にしといてくれないかな。わかった。じゃあ帰るね。ああ。おい、ミキ、いいのかよ。ほっといてくれよ。おやおや、これは重傷だ。一学期最後の日の深夜、息を潜めて眠る夕笛市の住宅街を、ヤヒな笑い声を上げる二人連れがもつれるように歩いていた。やだ、やめてよ。いいじゃないか。な？ダメ。だってさ、やだ。時間なんだから大丈夫だ。何が？大丈夫だ。知らないって。なんだ、あれは。二人の前にまばゆい光を放つ光の本流が現れ、大しい竜の姿となって立ちふさがった。うわー、きれい。よせよ、お前近づくんじゃないよ。あっ、うわ、ケイちゃん。竜の口から光がほとばしり、女の全身を透き通った石の彫像に変えた。そう、これでも帰れ。石が怪物の額を貫いた。ひと塊の光が弾けて飛んだ。その時、男の全細胞はきらめく石と化した。俺じゃねえ、俺のせいじゃねえよ。この様子を2階の窓から見ていた柔道部員の根室は呆然と窓辺を離れた。そんなはずはねえよ。俺はただ白い少女のことを空想して、それでいい気持ちに、そしたら。根室はじっと右の手のひらを見つめた。そこには薄い光のかけらが乗っていた。今しがた彼の空想から生まれた竜が残していった鱗の一片であった。下がって、どいてください。で、最初に見たのは何時頃ですか。ええ、初めはマネキンでも怒ってんじゃないかと思ったんだけど、嫁にもぼーっと白く光ってるもんだから、なんだろうと思って近づいたら、これが。その前後に物音かなんかは。さあ、男の怒鳴り声がしたっけな。誰かが走り去る足音とか。そんなことする人間がいるのかね。じゃあ人間じゃない何かを見たんですか。だってどうやってこんな透明な人間の死体を作れるっていうの、あんた。さあ、ああ、出川長さん、鑑識の結果。おう、ゆうべ日報の大友君か。わからん、こいつは我々の科学捜査の限界をはるかに超えている。というと。
原子物理学者かバイオテクノロジーの専門家でも連れてくるんだな。ただの犯罪じゃないってことですか？わからん。とにかくこんな代物は初めてだ。あんたも見ただろう。服の柄から内臓まで透き通って見える上に、発光装置らしいものはどこにもない。それにこの光の色、どっかでお目にかかったかい？人形にしたってこんな材料、世界のどこにも多分ありやしないよ。会社の身元は？調査中だ。よし、これから二班に分かれて聞き込みだ。捜査結果は後発表する。じゃあ。光を放つ透明な人間の彫像が二つ。UV 氏にとっちゃこんなわけのわからん事件初めてだ。こいつは面白くなってきたぞ。これから皆さんは40日余りの長い夏休みに入るわけですが、まず明日にめげないよう健康管理には十分留意していただきたい。次に、おい、聞いたか片桐、昨夜の事件。いや、何かあったのかミキ。うちの近所でな、アベックが水晶の銅像みたいになっちまったんだ。水晶が銅像になるもんですか。レトリックさ、さすが詩人ね。サツキ、少し黙っててくれよ。そう。何丁目だ。根室の家のすぐ前さ。ヤッコさん、そのせいか部屋にこもって朝礼に出てこないんだ。もしかするとアベックがやられるところを見てたのかもしれん。あの根室が？でありますから、あなた方は決してトトナムヒエロにすりむくれ。あ、それ、コツコツすることなく下劣目に勉強を。どうなってるの片桐くん。おいミキ、お前校長の言葉わかるのか。お前若子んたいのか。ケメプはわかりまんのか。何よその言葉、何語よ。出来物飽きまけにしとれ。二年下のクラスにいるサヨが片桐の胸に飛び込んできた。片桐さん、どうなってるのこれ。サヨちゃん、男の人たちはみんなおかしくなっちゃったみたい。片桐さんは大丈夫よね。ああ、もちろんだよサヨちゃん。女性とはこっちへ集まってください。速やかに行動するのよ。慌てるんじゃない、しばらく静観するんだ。見て、国旗が色が変わっていく。偏本と翻る日の丸の旗に高くそびえる塔の幻影がにじんだかと思うと、この世のものとも思えぬ色彩に彩られた不可思議な紋章が浮き上がった。あんな国の旗見たこともない。私も。どうか静粛に、各クラスの皆さん元の位置に戻ってください。消えた、あのおかしな言葉が。私戻ります。うん。さつき、どうかしたのか。覚えてないの。何を。変な言葉を喋ったのよミキ君。校長の言葉もおかしかったんだ。なぜ。退屈な精神君はってやつさ、お定まりの。なあ片桐、何があったんだ一体。わからん、ただ一時的に言葉の混乱が起きたようなんだ。だって俺は普通に。片桐君以外の男たちは全員おかしかったの。そんな。なんでもないよ多分、ちょっとした幻聴だったんだ。気にすんなミキ。片桐は夏風に吹き散らされた幻を追うかのように青空を仰いだ。一片の雲もなく、澄み渡る夏空があった。関係がある、きっと関係がある。あの白い服の少女が現れてからおかしなことばかり起こっている。きっとこの異変にもあの白い服の少女が。あの、私を見て何も感じませんか。私、東弥生と申します。よかったらお友達になってくれませんか。私、この町へ来たばかりなんです。東弥生、今年は変わった夏になれそうだ。前代未聞の終業式が終わった。さっきまでの混乱もようやく収まり、生徒たちは明日からの夏休みに胸を膨らませて
三々五五校門を後にしていった。片桐は剣道部の部屋に行く途中、美術教師桂木園に呼び止められ応接室に入った。片桐君、あなたは今朝の懇談の時もただ一人正常でした。提出された絵も唯一まともでした。なぜ？はあ。ここにこの間集めたスケッチがあります。触ってごらんなさい。半透明のビル街と虹色の尾を引いて飛ぶ蝶に指先を走らせ、そっと手を離した。絵の具の盛り上がりは感じられない。この絵は水彩絵の具で描いたものじゃないんです。写真のように焼き付けたものでも印刷したものでもありません。あらゆる物理的法則を無視してここに浮き出したとしか考えられないのです。しかし一体どうやって？だからあなたをここに呼んだんです。どうしてあなたの絵だけこうならなかったのか、それが知りたいのです。困ったな。実のところ僕にもさっぱりなんです。一つの白い姿が片桐の脳裏に浮かんで消えた。白い少女の面影が。俺だってあの白い少女を見ているんだ。それなのになぜ俺だけ？つまり君だけは他の男子生徒や校長先生のような言葉を喋らなかった。異常に気づいた一人だった。それは僕だけじゃなく女生徒たちもみんな。ええ、でも異常が起こらなかった男子生徒は片桐君、あなただけでした。何か思い当たることはありませんか？わかりません。お役に立てなくてすいません。もし何か心当たりがあったら、どんなことでも私か校長先生に連絡してくれませんか？お約束します。応接室を出た片桐はその足で剣道部の部屋に顔を出した。よう、珍しいな片桐。一つ肩慣らしに相手を頼む。いいか住田。いいとも。しかしお手柔らかに願いたいな。汗臭い道着に着替えて二人は向かい合った。おりゃー、それおりゃー、おーどーめー、参った。もう一本行こう。いつもながら見事だ。じゃあもう一本お手合わせ願おうか。おーおりゃー、それおりゃーめー。クラスの男どもがおかしくなったのはあの白い少女が校庭に現れてからだ。この街を描いた風景画がいつの間にか半透明の光の街に変わってしまったり、突然男たちの口から不思議な言葉がほとばしり出たり。それなのにこの俺はなぜ俺だけまともなんだ。ただいまの出演、片桐、坂上忍、弥生、安永愛、佐与、伊藤司、大友、西田健、目撃者、瀬下和久、出課長、丸岡昌司、校長、西村淳二、桂木先生、桜井優子、その他、田中健三、高橋和樹、久美橋麻子、高野博和、真鍋聡、平井孝弘、語り手、小林教授でした。菊池秀幸原作、津川泉脚色、インベーダーサマー第2回を終わります。係では皆さんからのご感想ご希望をお待ちしています。宛先は郵便番号150東京都渋谷区神南 NHK アドベンチャーロード係です。どしどしお寄せください。それではまた明日。